皆さんこんにちは、ドキュン大好きニーニーです。はい、四国への旅3泊目になります。今日来てるところは道の駅西屋さんの方に来ております。実は昨日食べた屋そばが有名なところです。タイミングをちょっと間違えちゃいました。お風呂の紹介させていただきます。今日行ったところが鴨島温泉の鴨の湯さん。お風呂上がりの目玉の飲み物といえばじゃん、黒酢ドリンク。すごいいい温泉です。これで500円なのかっていうぐらいすごいいい温泉でした。常連の方が多くて、入ってくるたびにあ、なんとかさんこんばんはみたいな。建物の中も結構古いんですけど、あの古いのは私好きで、なんかすごい良かったです。でその後は道の駅宇多津さんに行ったんですけど、結構人が多くて、そのまま宇多津の街並みの方を散策させていただきました。すごいです。昔ながらの家がいっぱいあります。あーすごい。ほら。忍者かと思った。忍者です。名前知ってる？一応忍忍。三重県から来たの？いや、神奈川です。あったかいわね、これ忍者って三重県の伊賀市やね。そうですね、伊賀も好きですけど、珍しいわ、もうちょっとびっくりした。すみません、びっくりさせてびっくりさせます。ほんまに井戸から出てきたんだと思った。私らがこんな趣味があるとしてはね、何が楽しいんだろうって言うんですよね。ポケモンですか？したことないんですか？それはないです。この映像の中のゲームだけど、面白いですね。ミュウツーとか知ってます？あ、知ってますよ。あ、どうも。その辺の人ですかね。ポケモン GO をしてました。古い井戸があります。柿が鳴ってます。すごい綺麗、美味しそう。郷土料理、そば米どうする。で一応車中飯を作る場合だと、利用者が多い道の駅さんだと、その迷惑かけてしまうこととかもあったりするんですね。あの匂いとかでちょっと移動しています。すごい山ですね。寒いです。で道の駅さんもその山のこういうところにあって、結構駐車場が斜めってる感じです。今日、車中飯作っていくものはすだち、徳島さんですね。徳島県すだちがすごい有名なところなんで、すだちを使った料理を作っていきます。まずですね、ローストビーフ、こちら半額になってました。はい、こちらの方にすだちをかけて食べたいと思います。牛肉ともやしとぶなしめじですね。徳島県産の小松菜、これで牛肉と小松菜としめじのすだち炒めを作りたいと思います。あとデザートの方にですね、あのパイナップル、あの3割引きになってました。通りかかった時に、その前の旅の時にパイナップルちゃんいたと思うんですけど、あのパイナップルちゃんの生まれ変わりなのか分かんないんですが、あ、ニーニーまた僕を旅に連れてってって言われたんで、一応購入しちゃったんですが、食べちゃいます。はい、では今日も、ニンコの方に変身したいと思います。
変身認可です。はい、では作っていきます。ではまた30分から1時間ほど浸します。あ、すごいいい香りします。はい、ご飯を浸してる間まだ時間かかるので、大好きな甘酒ですね、これを温めたいと思います。アルポットですね、アルコールで火使うんですけども、消火具ですね、こちら必ずご用意してください。今日は加藤の実用を使って火をつけていきます。先にローストビーフの方いただきます。ここですだち使っていきます。すだちの匂いがすごくいいです。食欲が引き立りますね。こちらのローストビーフソースはもうほんと少しですね、もう基本がもうすだちで食べるようなイメージです。甘酒は煮たらしちゃダメなんで、まあ、白いのが出てきたらもう火を止めます。ローストビーフのすだちがけと甘酒いただきたいと思います。いただきます。もうすだちいっぱいかけてます。すだちは美味しいですね。酸味がすごく効いて、まあ、口に入れた瞬間にすだちの香りがスーっていう顔全体に回ります。すだちとローストビーフの相性いいかもしれないですね。甘酒いただきます。あちゃ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 、美味しいです。甘酒美味しいです。でも熱い。はい、ローストビーフ食べました。ごちそうさまでした。はい、ではご飯炊いていきます。またやっちゃった。と重り乗っけていきます。お肉だけ先焼いていきます。一応流通した脂身がすごい多いので、野菜と一緒に混ぜちゃうと油の味が強くなっちゃうね。はい、小松菜から焼いていきます。はい、牛肉、小松菜、しめじ、もやし、すだち炒め完成しました。メスティンのご飯がまだ炊けてないので先にいただきます。すだちの味がしっかり効いてて美味しいですね。
イメージとしては、あの柚子ポン美味しいです。あっさりしてます。ご飯の方炊き上がりました。よいしょ。はい、いただきます。ご飯とよく合います。美味しいです。はい、全部食べ終わりました。ごちそうさまでございます。転生したパイナップルちゃん、いただきます。美味しい。パイナップルちゃん、激うまです。パイナップル食べ終わりました。すだちの方なんですけども、がっつりかけたんですけど、最初の方はもうすごい風味で美味しいって感じなんですけども、最後の方になってくるとちょっと酸っぱかったかなっていうのがありました。ただ炒め物ですだちを使うのって初めてで、すごい美味しかったなと思います。これから休憩と仮眠の方させていただくんですけども、まだ四国に2日ぐらいしかいないんですが、四国ってすごくいいところです。明日天気が上がったら、かずら橋の方に行きます。今日の動画はこんな感じになります。動画の方が良かったら、動画の評価とチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。